なんてもんじゃねえねあれ。頃は大正9年春、山口県仙崎大津郡立大津高等女学校の校庭の片隅。先生、私はこの村が大好きです。みんなでクジラを取って幸せに暮らしちょるけど、あの大きなクジラのお腹におった体内クジラ、赤ちゃんクジラもみんなで大切にお墓を作って法名をつけてお弔いをする。命をいただいて命を大切にする。いただきますということは、あなたの命を私の命にいただきますということじゃあと教えてくれたばあちゃんや母さんが大好き。じゃけ私はここにいて、ここから西条先生のような素敵な詩をたくさん作っていきたいんです。遊ぼうって言うと遊ぼうって言う、バカって言うとバカって言う、もう遊ばないって言うと遊ばないって言う。そうして後で寂しくなってごめんねって言うとごめんねって言う。こだまでしょうか。いいえ、誰でも。テルは人と人とのつながりが大好き。温かいそんなつながりの真ん中にあるのは家族。その家族の真ん中にいるのが母。お母様は大人で大きいけれど、お母様のお心は小さい。だってお母様は言いました、小さい私でいっぱいだって。私は子供で小さいけれど、小さい私の心は大きい。だって大きいお母様でまだいっぱいにならないでいろんなことを思うから。その大好きな家族のために進学の夢を諦めたことをテルはそっと自分の胸の中に隠しておきました。誰にも言わずにおきましょう。朝のお庭の隅っこで花がほろりと鳴いたこと、もしも噂が広がって蜂のお耳に入ったら、悪いことでもしたように蜜を返しに行くでしょう。あ、ちょっとこれ見て、童話ふわすご、お魚っていう詩で、書いたのは金子みすずさん。へえ、同じ金子生ね。すごいじゃない、この人。まあ、西条八十先生に選ばれてる。海の魚はかわいそう。お米は人に作られる。牛は牧場で飼われてる。鯉はお池で麩をもらう。けれども海のお魚は何にも世話にならないし、いたずら一つしないのに、こうして私に食べられる。本当に魚はかわいそう。かわいらしい子、優しくって、まあ、てるさんに。この金子みすずって、てるさんのこと。月満ちて生まれたのが様のような女の子。ふさえと名付けたこの娘がかわいくて愛おしくて、その笑顔を見ているだけで心が和らぎ、夫へのつらい思いも薄らいでまいります。私は好きになりたいな。
誰でも彼でもみんな、お医者さんでもカラスでも残らず好きになりたいな。世界のものはみんな神様お作りなったもの。はい、私金子美鈴、本名テルです。私どうしても先生とお会いしたくて、朝早く家を出て山二つ歩いてまいりました。こんな格好ですいません、てんねこばんてんで。でもどうしても娘に、娘に、このふーちゃんに先生の姿を見せたくって、こんな格好だから申し訳なくって、遠く離れてと思いここにおりました。あなたの詩は素晴らしい。他の人にないきらめきがある。そのきらめきがこのふーちゃんが生まれてからますます輝き出した。あなたの詩はね、イギリスの詩人クリスティーナ・ロゼッティと同じだ。詩人に大切なねのイメージの飛躍がある。さらにあなたのはそこに温かい情がある。どうかこのままの調子で続けてください。いいですね、続けることが力になる。それは日本全国であなたの詩を待っている人たちのために、そしてこのかわいいふーちゃんのために、そしてこの私西条八十のために。愛らしい口元からだんだん出てくるようになる愛らしい言葉がテルには愛おしく、詩を書く代わりにその言葉をノートに書き綴ってゆきました。むかちむかちあゆころにおぶーちゃんみたいとお母ちゃんみたいとおりましたとしゃ。ふーちゃんはどうしてふをぶーって言うのかしらね。かわいらしいお母ちゃん、えーんえーんって泣きましたとしゃ。こんな小さな幸せもつかの間、テルの体に病が走って、夫が誰も知らない野の果てで青い小鳥が死にました。寒い寒い暮れ方に、その亡きを埋めよとて、お空は雪をまきました。深く深く音もなく、人は知らねど人里の家もお供に立ちました。白い白い担ぎ着て、やがてほのぼの明くる朝、空は見事に晴れました。青青く美しく、小さいきれいな魂の神様のお国へ行く道を広く広く開けよう。散ったお花のため、昭和5年3月10日未明、テルは自らの命を自ら閉じて、最も愛おしい命、娘の命が大事に守られ、そして後へ後へとこの命がつながっていくようにと念じ、自ら光となったのでございます。512編永遠に語り継がれるであろう詩を残して去った金子みすず、金子みすず伝として申し上げます。